エトラちゃんは見た。私はカリン。この度エトランジュ新店舗がオープンし、私はそこの店長に選ばれた。エトランジュはファッション雑貨、コスメなどが揃う女性向けのお店だ。店長初就任ということもあり、私はプレッシャーと緊張で押しつぶされそうになっていたが、それどころではないくらいのにぎわいと仕事の楽しさに励まされ、私は張り切って働いていた。いらっしゃいませ。ちょっと何よそれ。2つの難点を除いては、さっきそれ売り切れたって言ってたじゃない。あるじゃないの。これは取り置きですわ。あさみさん、うちは取り置き受けたまってないのに、いつ受けたんですか。これは私の分です。しゃばり聞くんですよね。本当に申し訳ございません。うん。他にも、すいません、これ在庫残ってますか。え、さあ、ないんならないんじゃないですかね。知らんけど。ちょっと店長さんですか。はい、どうされました。何なんですか、あの接客態度はひどすぎるでしょう。申し訳ございませんと、まあこのように新店舗営業で忙しい中、パートであるあざみさんとあかねさんに困っていたのだ。なんかこの店うざくないですか。もっと自由にやらせてほしいっていうか。わかるわ、臨機応変って大事だと思う。っていうか、さっきの客見ました。あのアイライン見たわよ。濃すぎて舞台メイクみたいよね。二人とも売り場まで聞こえてますよ。死後はもっと声小さくしてくださいね。はいはい。また昨今はパワハラとかくれぐれも気をつけなさいと上から言われているので、やんわり注意することしかできず、この二人は私は愚かお客にも謝るという行為を絶対にしないほど反抗的だった。しかしその一方、ありがとうございました、またのお越しをお待ちしております。どうもありがとう。あ、ねえ店長さん、あのゆりさんって店員さんすごく親切ね。このバッグの柄一つ一つ違うでしょ。私、犬の顔がはっきり見えてるのが良かったんだけど、店中探してくれたのよ。まあそうですか。また来るわ。ありがとうね。はい、お待ちしております。ゆりさんというパートさんはとても熱心だった。あまり自己主張をしない人だったが、気のいい性格で教えられたことは家できっちり復習、翌日にはきちんと身につけていた。あの二人もゆりさんを見習ってくれればいいんだけど。お客様にはこのお色が。1ヶ月後、なかなか繁盛してるようだね。いいぞ。ありがとうございます。あ、そうそう、君が悩んでるっていうパートさんたちの話だけど、ゆりさんだけ昇格したらどうだ。え、俺もパートさんたちの働きぶりを見たけど、どう見てもゆりさんは優秀だし、その方があの二人に発砲かけられるだろう。でも、というかそうするべきだ。それが店長としての順当な采配だよ。君はまだまだ未熟なんだからさ、先輩の言うこと聞いた方がいい。はあ、大丈夫かしら。しかし、なんかゆりさん昇格したらしいですよ。私こっそり明細見ちゃった。ずるくないですか。おべっか使ってるのよ。いいわよね。私なんか毎日必死で家計をやりくりしてるのに、要領いい人って得よね。ああいうずるい感じ、私も見習えば就職先決まるかな。プライドが許さないけど親がうるさいんですよね。親といえば聞いた？ゆりさんの旦那さん、マスオさん状態なんですって。お母さんと同居で、片親だから大変よね。死後は控えめに。また聞こえてますよ。そんなに大声出してないわよ。店長、聞き耳立てないでくださらない。待遇を良くしたことで、ゆりさんは二人から妬みひがみを買ってしまったのだ。なに、あの服、若作りしすぎ。ほんとね、みっともない。陰口だけでは飽き足らず、ゆりさんの服装にイチャモンをつけたり、私物を壊したり。ゆりさんってセンス悪いわね。何よこのキーホルダー。レンジを細工し、ゆりさんの弁当箱を溶かして笑うなど、ひどいありさまだった。ウケる、あの顔。あの店長、実はカクカクシカシカ。すぐにでも対応しないと。ゆりさん、ちょっといいですか。はい。余計なお世話だったらごめんなさい。昇級したことで何か嫌がらせとかされてるんじゃないですか。いえいえ、大丈夫ですよ。え、店長は心配しないでください。大したことではありませんので。そんな、私見過ごすわけには。気にしてませんので大丈夫ですよ。そんな、困ったな。
本人が訴えないんじゃ注意のしようが。いや、そんなこと関係ない。私が従業員を守らないでどうする。あなた方がゆりさんへ嫌がらせをしてると報告がありました。は？誰から？それは言いません。あなた方も真面目に仕事をしてくだされば待遇は良くなります。子供じみた嫌がらせはやめてください。パワハラ、モラハラは懲戒の対象ですよ。言いがかりじゃないですか。私たちが嫌がらせしてるって証拠は？見てる人がいます。そんなの証拠になりません。もういいわよ。わかりました。あっさり引き下がったけど、とても反省してるようには見えないわね。より一層この二人には気をつけないと。するとその翌日。統括部長。どうもかりんさん、ちょっといいですか。これは？パートさんたちからパワハラ被害を受けていると報告がありまして、まずこれを聞いてください。子供じみた嫌がらせはやめてください。パワハラ、モラハラは懲戒の対象ですよ。この声はカリンさんで間違いないですね。はい。こうやって理屈をこねて丸め込もうとするんですよ。私たち証拠もないのにいじめの犯人扱いされて。立場を利用して卑怯ですよ。パワハラ、モラハラは被害者がそう思った時点で成立するとも言いますからね。あざみさんたちは謝罪さえしてくれれば大事にはしないと言っています。カリンさん、ここは一つ謝罪しておきましょうか。この人本気なの？普段からパワハラモラハラには気をつけるよう言っておいたじゃないか。君の落ち度だよ、まったく。すみませんでした。まったくさ、もうちょっとうまくやれないわけ？俺まで注意されちゃったじゃん。おいおい、何も泣くことないだろ。店長？店長、どうかされましたか？大丈夫ですか？ゆりさん、大丈夫だから気にしないでください。いやね、ゆりさんがいじめられてるって言うからあの二人に注意したんだよ。そしたら逆にパワハラ扱いされて部長から呼び出したよ。赤松さん、ゆりさんもさ、無駄に耐えるからダメなんだよ。いい年して子供じみたいじめする方が悪いんだから、もっと自己主張しなよ。周りだって迷惑が。わかりました。え、わかりました。店長、申し訳ありませんが、私今日は早退させていただきます。え、はい。柊、え、あれ、仕事終わったら連絡しなさい。今日はうちに泊まるの、大事な話があるからね。お姉ちゃん、なんでここに？お姉ちゃん、マジか。なんと、ゆりさんは柊統括部長の実の姉だったのだ。お姉ちゃん、びっくりさせないでよ。後で聞いた話によると、普段頼りない弟の心配をしてここに勤めていたが、色眼鏡で見られたくないので誰にも知られぬよう仕事をしていたそうだ。ヒイラギ、大丈夫かしら。ヒイラギさん30過ぎよね。ユリさんもユリさんですごい過保護なのね。弟にもここで勤めていることは伝えてなかったそうで、それを知ったアザミさんとアカネさんは顔面蒼白。まずいわ。そしてその翌日。私たち次の雇用契約更新まで昇給賞与なしですって。労働組合長の承諾も得ましたので、逆に言えばそれくらいで済んでよかったとも言えますよ。被害者であるゆりさんが続々と証拠を出してくれたんだ。そのバッグのキーホルダー、あざみくんが引きちぎったそうじゃないか。こっちのお弁当箱はあかねさんがレンジを細工したそうですね。何言って、証拠がないじゃないですか。ゆりさんってセンス悪いわね。何よこのキーホルダー、外しなさい。ほら、ゆりさん、お弁当箱とかやったんですか？ごめんごめん、さっき私が温度設定変えてたんでした。教えられた仕事のメモとして常に使用していたレコーダーです。私はこのことを大事にするつもりはありません。店長にさえ謝ってくれたら全て水に流したいと思います。こんなやり方卑怯よ。私たち絶対謝りませんからね。うん、それではこちらのキーホルダーとお弁当箱を弁償してください。しないのであれば警察に届けます。はいはい、そんくらい弁償してやろうじゃないですか。そうね、それでチャラでしょ。それではまずはキーホルダーですが、これはオーダーメイドでプラチナと真珠が施されていました。10万近くかかっています。これは注文書の控えです。こっちの弁当箱はネズミランドで数年前購入したものですが、非常にレア物で価格が高騰しており、
現在はオークションなどでしか手に入れられません。こちらも安く見積もっても 7,8 万くらいです。早く手に入れないとどんどん上がりますよ。持ってくりでしょ、そんなにするわけ。バカ、あかね、簡単に弁償するなんて言うから。は、謝らないって言ったのはあざみさんじゃないですか。私家計苦しいのよ、どうしてくれるのよ。知らないし、レンジ細工しろって言ったのはあざみさんでしょ。あんただってキーホルダー壊せってそそのかしたじゃない。はじめゆりさんは店長にさえ謝ってくれればそれでいいと言っていたが、私はおそらく二人は謝らないだろうことを予測したし、ゆりさんにしたことがどうしても許せず、このようにトラップを張ったのだ。まったく女ってのは怖いね。すぐ仲違いだ。で、店長のトラップに見事に引っかかってましたね。あれ以上は甘い顔する必要もないですよ。パワハラとかなんとか言われようとちゃんと向き合わないと。すみませんでした、カリンさん。何でもあの二人、片親のことまでバカにしていたそうで、カリンさんがかばってくれたとか。片親だから大変よね。ここは一つ謝罪しておきましょう。それなのにカリンさんの話を聞かずに一方的に謝罪させたり、根本的ないじめ問題について確認を怠ったり、恩知らずな仕打ちをしてしまっていました。私も店長が頑張ってくれていたのに、いざとなればレコーダーを武器に退職すればいいやってことなかれ主義みたいにしてて申し訳ありませんでした。気にしてませんので大丈夫ですよ。この場で兄弟ともに謝らせてください。いえ、私こそパワハラって言われるのを怖がって消極的な対応しかできず、ゆりさんに被害が及んでしまってすみませんでした。さて、その後二人はどうなったかというと、あざみさんは弁償代を家計の貯蓄から捻出せざるを得ず、ことの経緯も家族にバレて軽蔑されているらしい。まったく。家での居場所もなくなり、生き地獄のように肩身の狭い思いをしているとか。あかねさんは全く貯金しておらず、弁償代を親にせびったところ、こちらも悪事がバレ家から追放。出て行け。仕方なくバイトで食いつなぎ、弁償代を稼ぎながら寝カフェに寝泊まりしているらしい。結局二人ともあの騒動の後はすぐに退職してしまったので、知っているのはここまで。あとは赤松地区長が行く先々でも人間関係でのトラブルを起こして降格になったくらい。なぜだ。さて、それから数年後。みんなおはよう。今日は嬉しいお知らせがあります。なんと今月うちの店は都内での売り上げが1位に輝きました。それもこれもみんなが頑張ってくれたおかげです。特にゆりさんが選び発注してくれた服飾雑貨がとても好評でした。皆さんもゆりさんから勉強しておいてくださいね。あれからゆりさんは立派なパートリーダーを務めるまでに成長した。私もゆりさんもことなかれ主義をやめ、問題があれば真摯に向き合うように心がけた結果、店はよりよく人間関係を築けるようになった。ゆりさん、注文書の書き方教えてください。私もゆりさんのセンスを見習いたいです。何の雑誌で研究されてるんですか。人を育てるのは本当に難しい。だけど悪い人ばかりではないと思い、気を引き締めて私はこれからも店長として奮起していく。ご視聴いただきありがとうございました。待遇の差に嫉妬しているのか知らないですけど、そもそも自分たちはまともに勤務すらできていないなら当然な気もしますけどね。他人を陥れる前に自分の行いを改めて見てほしいですね。出始めに悪いことをしたらごめんなさいできるようにならないとです。何より自分たちに非があることを注意されただけでパワハラだとか簡単に言ってほしくないですよね。皆さんはどう感じましたか。コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。